全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。外から押して14番爆弾パンダ、8番ミレニアムマシリカ譲りません、10番レッフーザ先頭に入れ替わります。6番フォーマンゲーマス好位をキープ、2番プラチナムセレブル各馬1コーナーを目指します。続きまして18番スカーレットキング、続きまして16番レアルダリ、1馬身相手11番トレタテスモモ、3番ウサミキス、この辺りが中段。それから13番ホムビクトリー、1馬身相手4番サンメジャー、その外17番ドウニカナレー、これからバックストレッチに向かいます。内抑えて5番ハイフライフロー、外を抑えて9番エスポワールキティ、そのうち7番チキロネズコ。 1000m の通過タイムは59秒7、1馬身相手12番腐敗神話、それから1番ブラックライアン、離れて最後方から追走15番リンリングリーン、冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は10番レッフーザ、後ろに8番ミレニアムマシリカ、2番プラチナムセレブル好位をキープ、外から6番フォーマンエーマス、18頭大欅焼の向こうを通過、外から上がるのはスカーレットキング、1番人気爆弾パンダ、ここからどういった競馬を見せるのか。4コーナーから直線へと向きます。ここから最後の直線勝負、後続各馬の動きはどうか。レッフーザ頑張る、400を切って先頭レッフーザ、そしてフォーマンエーマス、わずかに先頭はレッフーザ、フォーマンエーマス差を詰める、わずかに先頭はレッフーザ、ここで先頭が変わった。 200m を通過した。プラチナムセレブルいい足で伸びてきた。プラチナムセレブル足色は衰えない。プラチナムセレブル差し切って降臨、勝ったのはプラチナムセレブル、鞍上は戸崎啓太騎手。プラチナムセレブルブリーダーズカップを制しました。2着ミレニアムマシリカ、3着は混戦の模様です。